今回紹介するネタは、まずこちらをご覧ください。もう一つ、信じないでしょうけど、段ボールをかぶった男を見たわ。どこで？シェル2への連絡橋よ。はい、この段ボール男に会いに行きましょう。こっちは信じ、条件は簡単です。ヒルマンとの会話が終わってすぐに、CD 連絡橋へ向かいましょう。こんな感じで撃ちまくっても、ダンボールが剥がれるだけで逃げられてしまいます。大佐にも報告してみましょう。大佐、さっきダンボールをかぶって走るやつを見た。ダンボール？あれは何なんだ？デッドセルか？いくらデッドセルが変人揃いでもダンボールはないだろう。調べてみるわ。頼む。ジャック、さっきのダンボールの人のこと調べてみたんだけど。何か分かったか？いいえ、デッドセルにもゴルルコビッチ大佐の私兵部隊にも該当するデータはなかった。シール10の生き残りという線は？もちろん調べました。でも見つからなかった。ええ、ごめんなさい、役に立てなくて。一体あれは？ライデン、気をつけろ。 CD 連絡橋を北上してシェル2への連絡橋を通る謎の男、一体誰なんでしょうね。あ、シェル2の爆弾解除に向かったプリスキンなら知ってるかもしれませんね。プリスキン、さっき段ボール箱をかぶった人間を見たんだが、あれは一体？箱？知らんな。夢でも見たんじゃないか？そんなことはない。デッドセルの一人だろうか。さあな。あんな奴とは戦いたくないな。どうして？あからさまに格好悪いじゃないか。正気とは思えない。きっと相当頭のいかれた奴なんだ。そうかもな。みんなダンボール男に対して散々言っておりますが、メタルギアソリッドの代名詞であるダンボールは今作も有能です。もちろんプラント編でも手に入れることができ、ライデンも装備できます。ではそのダンボールの良さをプリスキンに語ってもらいましょう。ダンボール箱を装備してるな。ダンボール箱は敵の目を欺く最高の偽装といえる。スニーキングミッションの必需品だ。そうなのか？もちろんだ。ダンボール箱に命を救われたという工作員は古来より数知れない。みんなこれを使ってきたのか？当たり前だ。ダンボール箱をいかに使いこなすかが任務の成否を決定すると言っても過言ではないだろう。ただし、いかにダンボール箱といえど、素材は紙だ。手洗い扱いをするとすぐダメになるぞ。俺もお前のせいでいくつか失ってしまった。なんだって？いや、気にするな。とにかく、ダンボール箱は大事に使え。丁寧に扱えば、ダンボール箱もきっとお前に応えてくれる。真心を込めて使うんだ。必要なのは、ダンボール箱に対する愛情。粗略な扱いは許さんぞ。いいな？ああ。はい、熱弁された通り本当に有能なダンボールなんですが、なんとプラント編では5個もあります。なので入手場所も紹介しておきますね。ボックス1は冷却ポンプ室にあります。生鮮食料品のダンボールです。ボックス2は液却倉庫 B1 にあります。電化品のダンボールです。ボックス3は E 脚ヘリポートにあります。日用品のダンボールです。ボックス4は少し先のエリアですが、シェル1の電算室にあります。アクションフィグアのダンボールです。おはよう。あのマクファーレントイズの箱ですね。メタルギアソリッドのフィグアも出てます。ボックス5は E 脚集配場にあります。ゲームソフトのダンボールです。でもなんで5個もあるのでしょうか？その答えはこの E 脚集配場にあります。この台の上に乗ってダンボールを装備するとベルトコンベアーが止まってくれます。そしてボックス1を装備したまま乗り込むと、はい、C 脚食堂まで移動できます。メタルギアシリーズ恒例のトラック運送の代わりですね。ボックス2だと B 脚変電室に行き、ボックス3だと F 脚倉庫に行き、ボックス4では A 脚ポンプ室に運ばれます。そしてボックス5は ZOE の箱ですが、こんな感じで E 脚の地下に配送されます。 B
リスクなく移動できるなんて、やっぱダンボールってすごいです。こんな素晴らしいダンボールをローズにも見てもらいましょう。って、信じられない。何その格好。偽装だ。偽装？何の？いや、これで敵の目をごまかせるかな。それでごまかされるのって相当間抜けじゃない？そうかもしれないが、君が思ってるより間抜けってのは多いらしい。あなたもその口みたいね。あ、なんでもない。じゃあせいぜい頑張って。変な箱かぶりながら。そりゃないだろう。思わずライデンの本音が出ちゃいましたね。